泉だとか、あの三朝温泉なんかの、温泉効果で、まあ、周りにがんの人とかもおりまして、効果を感じてる人もいるんですね。その中でホルミシス効果っていうのはどういったところで規定されているのかなと思いまして、三朝論文、三朝の温泉の話でいうと、三朝論文っていうがんが減ったっていう話になってる論文の再検討論文というのがあって、それでもう根こそぎ否定されてます。減ってないんですね。で、その時、まあ、それ科学的ね、医学的な研究論文でいうとそういうものが実際にあるんですけれども、そういうことで考えるんじゃなくて、温泉効果と放射線の効果同一して考えるということ自体に問題がある。で、ホルミシス効果っていうのはもともとは宇宙船の中で、その宇宙船って分かりますよね、放射線ですけど、それを浴びると部分的に元気になったっていうふうなことを、応用してホルミシス効果っていうことで、低性の被曝の否定みたいに使ったりとかしてますけど、これ誰が打ち出したかっていうと、だって御用学者とかそういう人間たち、もっと言うと原発企業がこの理論っていうのはもともと打ち出したものなんですね。で、実際に放射線っていうのは科学的にはすごくシンプルな話で、等しく体を障害するっていうのはもう全くこれは共通していることで、これは別に僕じゃなくても放射線技師でも放射線の専門家でも誰でも、基本的には言います。で、その時に例えばね、まず火事にじゃあ一時的に浴びたとします。宇宙船もそうでしたよね。そうするとその時は例えば体っていうのは修復しようとします。はい、ヒートショックプロテイン働いて修復しようとします。そうすると一時的には元気になったふりしますけど、それが結局のところ続くと低線量被曝であっても部分的には必ずみんながんになるっていう研究が、古いアメリカの論文とかそういうふうな古いアメリカの研究なんかでは結構あるんですね。で、要するにその時なんかこう着付け弱じゃないけど放射線浴びて良くなったっていうようなふりをするっていうことぐらいしかその効果は実際にはなくて、結局のところ、ね、低線量被曝でも、むしろ低線量被曝の方がその細胞を障害していく。で、昔ね、この例の一つの例で言うと、なんですかね、キュリーとかそういう放射性物質を鉱山でね、採取できるっていうそういう大金持ちがいたんですよ。で、やった、これで一金儲けられるみたいな話になって、それを病院の放射線治療にも応用して自分でもこれで健康になれるからってバーって浴びてた人いたんですね。その人もやっぱりまさにホルミシス効果と同じで、最初は元気だった。で、その後にもう数年も経たないうちに結局癌になって家族も全員死にました。はい、だからそれはその時だけなんです。はい、で、だから玉川温泉とかね、そういうところで仮にそういう効果を感じてる人もいても、それ他の要素で考えなきゃいけないですよね。今の話と総合して考えたら、やっぱり玉川温泉だったら、あ、きっと放射線の影響だってみんなね、安直だから思っちゃうけど、単純に言ってまず仕事を辞めてるかもしれない。そしたらストレスが、ね、かからなくなってるかもしれない。温泉の効果は放射線だけじゃなくて別のね、イオンとかそういうものの影響もあるかもしれないし、他の温泉でもね、温泉が何だろう、湯治して良くなってるっていうところとかたくさんありますね。そういうものの影響っていうのは全く考えられてない中で、ね、その放射線っていうものはやったらっきみたいな風にその話として誘導してくるっていうことが考えられないと、今の状況っていうのは全然見えてこないです。低線量被曝が体にいいんだったら、もうチェルノブイリの場合のもう2ミリシーベルトとか3ミリシーベルトとか浴びてるそういう領域の人たちみんな元気にならなきゃいけないけど、超今やばいですよ。はい、そういう状況になってる。だから元々の理論は嘘なんですね。はい、でもそれをごまかすために抗がん剤が一時的に効くみたいな感じにして言ってるのとレベル一緒ですよね。それ一時的には抗がん剤使ってもピュッて縮みますから、この話も同じですね。でも後半は広がりますよね。さっきの遺伝子組み換えの話でもそうですけど、全部共通してます。こういうのはもう利権業者たちは分かっててやってます。原発行政を進めたい人たちはこの理論はとても都合がいい理論なので、そういうのことで推し進めてくるということで考えてもらうことが大事ですね。はい、小出さんって分かりますかね。小出さん、京都の小出さん、小出下の名前あれなんて広明でしたっけ、あれは。はい、小出さんも放射線ホルミス効果、僕はお会いしてちょうど一緒に飲んだこともあるんですけども、同じように否定されてましたね。はい、で、なので、まあ結局放射線のリスクっていうのはもうどこから行き地があるとかないんですよね。はい、低くても結局もうリスクは必ずある。全てどんだけ低くてもリスクはただゼロであるのが一番いいっていうぐらい、でそういうふうなベイル報告っていう報告があるんですけど、それが現実的な科学の中での結論だということが言われてますので、低線量だと体にいいということは基本的な
全くありませんね。ラドンとかラジウムっていうのはじゃあ全然別のラドンとかラジウムでもダメです。体に悪いんですよ。はい、それでも体に悪いんですね。であとカリウムなんかもそうですね。カリウムも自然放射能であって、カリウムのね、中の部分的なものは放射能を出してます。でこれがあるからセシウム安全だって言ってる人いますけど、これもすごい誘導ですね。はい、カリウムっていうもの自体はずっと何億年も前からあって、それは人間も同じように浴びてきた。これも体には人間にとっては悪かった。だからその昔でもそういうふうなことで病気になったりとかする人もいたかもしれませんけど、人間はそれをずっと排出してきて、それを一定以上貯めないような体に何万年も何百何年もかけて作り変えてきたんですね。でも今のセシウムとかそういうものっていうのはカリウムと同じ動きをして、それをまた別に蓄積されますから、はい、カリウムと同じじゃない。で同じ線量でもない。そうやっていくと、要するに今の人工放射能っていうのはカリウムの自然放射能とかそういうものとは別にまた蓄積されますから、ますます体の中に実は溜まってる。ストロンチウムも同じですっていうふうなことになってるんだけど、それも実は非常に巧妙に原発を推進している人たちはごまかして、だからそのセシウムとカリウムは同じようなイオンなので、昔カリウムは、昔じゃない、今でもカリウムは放射能を出してるから安心だみたいなことを言ってますけども、実際は安心でも何でもないというのが現実的なことですね。だからもう実際のところは本当に体を障害するためのものでしかない。そういう破壊というか無理にね、破壊するわけじゃなくて、それは人類がここの生物が生まれた時もお酒降り注いでましたから、それに耐えるように体を作り変えてきたっていうことで、それ自体は常に体を破壊する方に持っていく物体物質であり、なんていうかな、そう要素であるということが科学的に言うとシンプルな結論です。これは僕が一人で言ってる話じゃないですよ。はい、ということでお答えしますね。時間も時間。はい。では本日はありがとうございます。ちょっと時間がギリギリなんですけども、後ろに内海先生の本と私たちの記事が載っている週刊金曜が売ってますので、よろしければ見ていてください。では本日トークからありがとうございました。